鳥山石燕、ガト百鬼夜行より、九鬼、歌川豊広、浮きボタン前伝より、九鬼図、竜一士寛人、正澄が、強化百物語より、かまいたちかまいたちは、日本に伝わる妖怪、もしくは、それが起こすとされた害である。つむじ風に乗って現れて人を切りつける。これに出会った人は、刃物で切られたような、鋭い傷を受けるが、痛みはなく、傷からは、 もも出ないともされる別物であるが風を媒介とする点から、江戸時代の書物では、中国の旧機と同一視されており、旧機の訓読みとして、かまいたちが採用されていた。かまいたちという語は、かまいたちの名であるとも考えられている。いたちという語から、江戸時代中期以後、鳥山石炎のガト百鬼夜行などに見られるように鎌のような爪を持った。 いたちの姿をした妖怪として絵画にも描かれるようになり、今日に定着している。人を切って傷つけると考えられた風は、中部、近畿地方など全国に伝えられており、特に雪深い地方にその言い伝えが多い。各地に伝承されるかまいたちは、現象自体は同じだが正体についても説明は、一様ではなく、また、つむじ風そのものを、 かまいたちと呼ぶ地方も数多くある。東北地方ではかまいたちによる傷を負った際には、古い小読みを黒焼きにして、傷口につけると治るとも言われた。和歌山県では、路上で誤って転倒するなどして、傷を負った時、その傷口が釜で切ったような形状をしていた場合、かまいたちの仕業であるとされていた。奈良県吉野郡地方では、かまいたちに噛まれると、 人は転倒してしまい傷口が開くが、血は出ないという。かまいたちは人間の目に見えないとされており、形は定かではない。新越地方では、かまいたちは悪心の仕業であると言い,い、暦を踏んだりするとこの災いに遭うという俗心がある。越後のかまいたちは、越後七不思議の一つにも数えられている。また、 ヒダの入荷は流域でも神によるものと考えられており、その悪心は三人連れで、最初の神が人を倒し、次の神が刃物で切り、三番目の神が薬を、つけていくため出血がなく、また痛まないのだと言われていた。愛知県東部では、イーズナとも呼ばれ、かつて、イーズナ使いが、弟子に、イーズナの封じ方を教えなかったため、逃げたイーズナが行き地を吸うために旋風に乗って人を、 襲うのだという。かまいたちによる傷で出血がないのは血を吸われたためとも言う。高知県などでは、かまいたちのような現象は、のがまに切られると呼ばれる。のがまは、葬式の際に、墓場で使われたまま放置された、草切り釜がなる妖怪だとされている。徳島県、いや地方では、葬式の穴掘りなどに使った釜や桑は墓場に7日間置いてから、 持って帰らないと野釜に化けるといい、野釜にあった際には、靴の左の下のお宮市の下の黒竹の刈り株なり、糸はなかれ、早く老太が廃棄さると呪文を唱えるという。新潟県三島郡片海町では、釜切り坂という坂道で転ぶと鎌で切ったような傷が、出来黒い血が流れて苦しむという。 かつてそこに住んでいた巨大なカマキリが大雪で圧死して、以来、そのようなことが起こるようになった、と伝えられている。起書とされる、蒸気という文書には、その起源が、報告文字で書かれている。弥生時代の、第38代、うがや吹き合えずの命のお世に、新潟県の首引あたりに、ロシア人が来襲し、日向軍に成敗されたが、この時に起きた、怪現象を、 鎌塚立ちと呼んだ。この怪現象とは、地震の後、地面から稲光する鎌と立ちのようなものが紛失して、ロシア人の大群を切り殺したものである。当時から、大宮のおかげであろうということで原因は、不明であったが、日向軍に犠牲者は出なかった。この怪現象にちなんで、くびきというとある。神奈川県では、鎌風。 静岡県では悪禅寺の風と呼ばれる。西国では風釜といって、人の肌を削ぐものだと言い、削がれたばかりの時には痛みがないが、しばらくしてから耐え難い痛みと出血を生じ、古い暦を懐に入れるとこれを防ぐことができるという。また野外ではなく屋内での体験談もあり、江戸の四谷で便所で用を足そうとした女性や、 牛めで下駄を履こうとしていた男性がかまいたちに会った、話もある。大梅では、ある女が恋人を別の女に奪われ、恨みを込めて、自分の髪を切ったところ、その髪が、かまいたちとなって、恋がたきの首をバッサリ切り落としたという話がある。古今百、物語評判には、戸柄の人、または苗字なる侍にはこの災いなくこう。とある。 かまいたちにあったなら、これに慣れた薬師がいるので薬を求めて塗れば治り、死ぬことはない。北は、影で寒いので物を弱らす。北国は寒いので祝殺の気が集まり風は激しく気は、冷たい。それを借りて、三夜の巣玉がなす仕業と言われている。都の人などがこの傷を受けないのは、邪気は正気に勝てぬという道理にかなったことだという。ネギ氏安森。 耳袋には、江戸の加賀屋敷の跡地にあった野原で、子供がつむじ風に巻かれ、その背中に一面に、いたちのような獣の足跡が残されていたとの記述がある、終わり藩士、三好宗さんの随筆、さん長文記襲によれば、かまいたちでできた傷は最初は、痛みも出血もないが、後に激痛と大出血を生じ、傷口から骨が見えることもあり、稀に駄菓死に至る。 危険性すらあるという。この傷は下半身に負うことが多いため、かまいたちは一尺ほどしか飛び上がれないとの記述もある。また同じく、三好総産によれば、水中に住む者もおり、四つや五門内のくぼみが雨上がりで水たまりとなった、ところで遊んでいた子供や、麻布古川を渡っている者がかまいたちにあったという。北陸地方の気願集、北越気願では、 かまいたちは、奇神の歯に触れたためにできる傷とされている。天野定影は、随筆、塩尻巻52で、中国でいう死がかまいたちに当たるとしている。季語としての、かまいたちは、冬の季語である。分類は天文。外気で皮膚が鋭い刃物で切ったように傷つく現象を、指し、昔は、いたちもしくはいたちに似た謎の怪異あるいは、 風人の仕業とされていた。古記語として釜風がある。釜イタチがかかる現象のみならず原因たる、正体不明の存在をも指す、包括的な語であるのに対して、釜風は、現象により注目した語となっている。明治時代に、釜イタチ現象は、旋風の中心にできる真空、または非常な低圧により皮膚や肉が裂かれる。 現象であるという説明解釈がなされており、井上遠良などもその説を紹介していた。もっとも、同じ明治時代の物理学者である、寺田虎彦はエッセイ、化け物の進化の中で、この説は、物理学者には少し負に落ちない強風のために、土壌の牧畜片あるいは、左流のごときものが高速度で衝突するために皮膚が切断されるのであると述べ、真空説を尻けていた。 真空説は一見科学的であったために、近代以後、児童雑誌や科学記事などを通じて一般に広く浸透し、日本の漫画やアニメーション等フィクションには、しばしば旋風によって、物体をカッターのように切り裂く表現が見受けられる。つぶらやプロ制作、回帰大作戦16は、かまいたちでも、この理論をもとに、ストーリーが作られている。しかし、実際には、 皮膚はかなり丈夫な組織であり、人体を損傷するほどの気圧差が扇風によって生じることは物理的にも考えられず、さらに、かまいたちの発生する状況で人間の皮膚以外のものが切られているような事象も報告されていない。これらの理由から、現在では機械的な要因によるものではなく、皮膚表面が気化熱によって急激に冷やされるために、 組織が編成して避けるといったような生理学的現象であると考えられている。かまいたちの伝承が雪国に多いことも、この説を裏付ける。また、切れるという現象に限定すれば、風が巻き上げた、鋭利な小石や木の葉によるものとも考えられている。テレビ番組、特命リサーチ 200X の調査報告では、砂嵐によって巻き上げられ、 突風で飛ばされてきた砂や小石が原因ではないかといった仮説を紹介している。調査依頼を受けた東京女子医科、大学病院形成外科学の佐々木健治によれば、エコー検査の結果、傷の深さは約3ミリ、全治3週間の切り傷と推定。実際は1週間で感知したことに対し、こんなに早く治るのは医学的には考えがたいとのコメントを残している。 さらに東京観察医務員の特度目正午にも同じ傷を見てもらい、A 体による傷に近いと判断している。その上で、最も現実的なのは砂や石の衝突現象として指示している。第一に体験者の多くが寒い地方に集中していること、第二に強風が吹いていたこと、第三に乾燥した日に起こったことなどを挙げ、 砂嵐なら皮膚の近くが麻痺し、痛みが起こらず、出血量が少ないのも説明がつくと結論している。しかし、寒冷と強風だけでは、一週間という短期間で、傷口が感知したことは説明できないとされる。風に関する妖怪や霊界には当たると病気になると、されるものが多く伝承されており、直接的な外傷を負わせてくるものは他には少ない。 山口県豊浦郡の山岬は、三山に出る会で、人の生首の形をして、落ち葉の上を車のように飛んだりする魔風である。人が、その風に会うと大熱を起こすと言われ、萩市小島では、その正体は、死後に、行き場のない、風になってさまよっている亡霊であるという。山口県阿武郡六島村では、崖で死んだ人やナンパ者は、 死後8日目まで山岬になるという。高知の旗郡昭和村ではこの山岬を両下と呼び、不慮の事故にあって死んだ者の,の霊とされ、これに行き合うことを両下月期と呼んでいる。高知県高岡郡黒岩村では前述の野釜に類する魔風を鞭というが、これは鞭を振り回すような風がの上に吹くことを言い、これに当たると病気になるという。 土佐郡土佐山村では、無知は陽道を行く者の連れている牛馬を取り殺すと言い,い、牛馬に目隠しをして、これを防ぐという。奄美大島では、お盆近くに墓道などで、生暖かい風がかすめてお寒がし、家に帰って、着物を脱いでみると、体のどこかに反問ができていることがあるという。間もなく高熱が出て、ゆたに払いをしてもらわなければならないとされる。 ありがとうございます。